株式会社松屋は、かつて存在した長野県で、食品スーパーマーケットチェーンを展開していた企業、アルピコホールディングスの子会社で、オール、日本スーパーマーケット協会に加盟していた。かつては、伊東洋華堂グループの一員であったが、松屋からの申し入れにより、1988年2月1日にグループを離脱した。伊東洋華堂グループからの独立後、 1995年には、ジャスダックに上場するなど拡大を続けてきたが、2010年代に入ると粉飾決算が発覚したり、債務超過に陥るなど経営が悪化し、アルピコグループの参加に入ることとなった。2016年4月1日には、同グループでスーパーを展開する株式、会社アップルランドに吸収合併され、株式会社デリシアとなった。ブランドも、順次。 デリシアに統一され、1914年から続いてきた松屋の店名は消滅することとなった。2016年4月1日の合併時点で営業していた店舗である。現行の店舗はデリシア店舗一覧を参照。従来からのスーパーマーケット店舗で合併時点で19店舗があった。合併後も店舗閉鎖や従業員削減はしない予定だが、店名は順次。 デリシアに統一される。ホタカ店2006年から展開していた業務スーパー。既存店舗の転換も含め、合併時点で7店舗あった。合併後もユーパレットの店名を変更せず営業する予定。子会社の株式会社松屋ショッピングモールが運営していた SC。同社が運営していた SC、アップルパークが 北陸新幹線建設に伴って国道18号の反対側に移転することとなったのを機に2009年に開業した。デリシアガペーゴはユーパレットショッピングモールとなっている。この付近は長野市豊野地域同市、赤沼、小布施町の境が作装する地帯である。旧店舗は豊野地域にあり、豊野店を名乗っていたが、新 SC に入る松屋は赤沼にあり、 長野赤沼店を名乗っている。しかしながら入居する店舗の中には、豊野店を名乗る者も多く、また一部店舗は、実際に、住所も長野市豊野町浅野となっている。広報資料、プレスリリースなど一時資料、ありがとうございます。